始まります。というわけで鎌田さん、この番組ではどういったところを表現していきますか？そうですね、まあ、この琉球に残る、まあ、武術、うん、この作川神楽っていうのがこの沖縄から、あ、3番目は帽子とゴックとか何でも。